こんにちは。日曜日の夜のひととき、いかがお過ごしでしょうか。いや、速稼塾の久保でございます。いや、私のね、住んでるところってね、すごいんですよ。まあね、普段から部屋の中に雲がいるんですよね。でも、全然驚かないですよ。雲、雲おはようみたいな感じですよね。日常生活に昆虫がいるというね。で、アリちゃんも結構家に入ってきたりします。まあだからね、清潔にしないといけないな、というところと、あとはまあ、多少虫がいてもいいんじゃないかみたいなところもありますんで、あと、ヤモリちゃんとかはね、よくね、ちっちゃいのとかが出てくるんですよ。で、早く外に出してあげないと、なんですか、座布団の下とかで、こう、平べったくね、おせんべいみたいになってたら悲しいんで、そういうことをね、気にしながら、暮らしておりますけど、皆さんの暮らしいかがでしょうか。今日はですね、コウモリがパパパパーと飛んでたんで、またね、この、ゴミ箱の中に、捕まえました、ソフトに。私得意なんですよ。ちょっと見てください。どういう風に捕まえたかというと、ゴミ箱に、サランラップ貼ってるでしょ？ほら、ここにいるんですよ。元気ですね。ほら、わー、元気ですね。わー、すごい。羽を広げると30センチぐらいになるんですけど、たたんだ状態だと、まあ、このぐらいですね。5センチぐらい。ね、こういう風なとこに暮らしてます。キョロキョロしてますね、コウモリちゃん。まあこんな日々でございますよ。私の住んでるところはとても都会というものではないですしね、文明社会から切り離されて、まあ隠居しているのが精一杯ということでございます。まあ今日もね、福山アニメというアニメの祭典、昨日今日とあったんですけども、とってもね面白かった。仮装もありましたしね、それから歌ってみた、踊ってみたとか、ちょっと前に広島ロコドロフェスティバルってあったんですけども、あそこの感じですよね、なんかね。で、今となっては広島市内よりもこの福山アニメの方が盛り上がってんじゃないかという人も、まあ私だけなんですけども一人いるぐらいなんですよ。まだ他にもいるかもしれませんけども、なんといってもね、福山っていうのは宇宙戦艦ヤマトの羽原監督ね、出ているとこですから。で、あと福井さんとかね、福井さんは今度宇宙戦艦ヤマトの監督やりますけども、福井さんは三原なんですけども、まあね、福山に縁もゆかりもあるというところで、私も縁もゆかりもあるわけなんですけども、もう一回コウモリ見てみましょう。ほら、コウモリ、ね、話してあげましょうね。じゃあ今日の放送は以上です。コウモリ。